者さんですか。編集者じゃないって。ラッシュの販売部数は年々減少の意図をたどっていると聞いています。ですがこの私を雇ってくだされば、読者が待ち望んでいる曲を連発し、必ずや売上減少にストップをかけるとお約束します。ですのでどうか私河野悦子をラッシュの編集者として雇ってください。お願いいたします。本日は当社の面接にお越しいただきありがとうございました。いや、ありがとうございました。審査の結果、当社の結果を正式採用させていただくことになりました。配属先が違うようです。地下中1階の突き当たりの部屋に行ってください。ようこそ高越に。ちょっと待ってください、高越って何ですか。高越とは、印刷される前の原稿に誤字脱字がないか、内容に矛盾や間違いがないかなどをチェックする仕事です。いや、そんなこと聞いてんじゃありません。どうしてですか。あなたほどうちの部署にぴったりな人はいないと思ったからです。だからどうして。だって河野悦子さんでしょ、略して高越。冗談はさておき、仕事ぶりが認められれば希望の部署に移れることもあります。それ本当ですか。未来に続く扉は一つじゃありませんよ。人のもの壊しておいてごめん一つも言わずに帰るとか、人としてどうかしてんじゃないですか。竹原さん、何なんですかこの失礼なお前。あんたの方が100倍失礼でしょ、このタコ。今なんつった。いや、なんかタコって言ってました。タコ、このタコが。タコタコ言うなっつんだよ。貝塚タコ八郎は親からもらった大事な名前でしょ。まあそうなんだけど、違うわタコ。てかお前な、そのタコっていうのいい加減やめてくんねえか。何今更。今日なんかな、ついに藤岩さんがタコって言いかけたんだぞ。え、はい、お願いします。あの、すいません、貝塚さんでした、失礼しました。いや、貝塚さん今のタコでしょ。いや、違います。タコでしょ。嘘でしょ。嘘じゃねえよ。すいません、大丈夫ですか。ごめんなさい。先輩、大丈夫ですか。大丈夫。つうかさ、なんでご利用から足で編集者やってるわけ。まあ、なんか成り行きで。え、成り行き、成り行きで編集者とか喧嘩売ってんの。絶対にダッシュの編集者になってやる。見てろよ、こいつシミーズだ。嘘、寝ちゃった、はい、変わんないな。昔からこ極限まで喋って突然落ちるの。大丈夫です。お。これでお相手ですね。すいません。うち来る？え？アパート出なきゃならないでしょ？ギャラが入るまでうちで曲がりさせてあげるよ。え？帰ってきた。あ、先輩。ウォーリオ、よかった。これ二人なのにさ、ちょっと買いすぎじゃない。あ、ユキト君だ。あ、え、何これ。若い男と女が同じ家にいて何にもないわけないじゃないですか。疑り深い女は良くないよ。男の愛が逃げてくよ。女の家に曲がり、恋愛感情全然抜きだよ。なんだそのぶっ飛んだ感覚。あれか、あの、ゆきとくんが作家だからか、あのビデオモーターくんの作詞だからか、ビリビリだからか、わけわかんない、それでもわけわかんない。あーもう、あーもう。でも本当にそれだけ、今はもうなんもない。それにね、私ゆきとより先輩の方が好きなんだよ。え？